皆様こんにちは。ペイロール役の岡浩二郎です。今日初めてこの衣装を着たわけですけれども、見えるかどうか分かりませんが、この使われているブレードが全部金属でできておりまして、非常に重たいです。その重さを感じながら、この作品頑張って成功させていきたいなと思っております。はい、今から稽古が始まって本番に行くわけで、何とも言えない状態ではありますが、文学東宝の新作ということで、皆様ぜひ劇場でこの私たちの1789をご覧になってください。劇場でお待ちしております。